おはようございまっちょ、フォルテです。写真。はい、本日は5年ぶりにバラード2番10時間練習してみた。ショパンのバラード第2番超難曲として有名なあの曲を僕は20歳の時に弾きました。大学の試験で弾きました。その時ぶりにもうすぐ25歳になる僕が5年ぶりにね、10時間結構本気で練習してみたらある程度復活をしてきたので、それをちょっと皆様にお披露目できたらなと、弾けるとこまで弾いてちょっと通しながらやっていきたいなと思います。僕10月2日愛媛、10月24大阪、11月7日岡山でコンサートをしますので、ぜひとも皆様来てください。概要欄、コメント欄をチェックしてみてください。5年前に演奏した僕の映像は YouTube 上に上がってます。皆様チェックしてみてください。ちょっとね、最後のシーンとかちょっとやばいんですけど、見てもらえたらわかると思います。というわけで、早速5年ぶりに10時間練習した今の僕が弾いたらどのような演奏になるのか、ちょっとお聞きいただけたらなと思います。ちょこちょこ間違いはあると思いますが、それはね、もう目をつぶって、優しい心の耳で聞いてください。何言ってんだろう。いきます。いかがだったでしょうか。やっぱコーナー難しいですね。あとね、難しいんですよ、この下り。あんま飛ばしすぎたらコーナーが弾けなくなるんですよ。ああ、厳しいでございマッチョ。ああ、ちょっとマッチョの力を使いましょう。マッチョの力を使って弾いたら弾けるのかと。いきましょう。ああ、こういうとこが難しいんですね。あとはね、もう一個弾きたい部分があるんですよ。かっこいい部分が。ね、ここです。もうこのね、うわー、ここ、もうめちゃくちゃドヤ顔でね、弾いてしまうポイントでございましょう。というわけでね、皆さんいかがでしたでしょうか。5年ぶりですね。5年ぶりにちょっとね、この曲を練習してみました。ショパンバラード1番とは全然違いますよね。こういう部分はこっちのバラード2番にはなくて、このね。こういうね、優しい部分から始まって突然話が進み出すと、この曲もね、いつか皆様にね、聴いてもらいたいなと思って今回ね、練習を始めてみましたですね。まあでも指は結構ハマってきたんでね、まあ皆様にお聴きできる日も近いのではないかなと思って、ちょっとね、頑張って練習していきたいなと思いまっちょ。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。過去に僕が弾いたね、バラード2番もぜひ聴いてみてください。今回弾いた演奏とは全然違うと思います。というわけで、皆様、またお会いしましょう。バイバイ。